第4ステージで指揮をさせていただきます伊藤圭司と申します。本日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。ただいまからの演奏の曲目について、若干説明といいますか、解説というほどではありませんが、実は名古屋大学コールグランツェでは5年前から、合唱物語、合唱劇、合唱ミュージカル、いろいろその曲のたびにいろんな言われ方をするんですが、大体45分から50分ぐらいの演目で、普通に歌うだけではなくてナレーションで緩やかな物語を、進行しながら、歌を歌っていくというステージを繰り返しております。決して取ってつけたような演技をするとかそういう発想ではなくって、例えば言葉と歌はどういう関係にあるんだろうか、あるいは言葉と身体ですね、どういう関係にあるんだろうか、あるいは舞台で表現するっていう時に身体と歌と言葉は、音楽と身体と言葉はどのように結びつくんだろうかというようなことを、研究というか、関心を持って、取り組んでいるうちに、若干の演出のあるステージを、作っていくということになりました。今回は大人気の作曲家であります、そして私も大好きな中西茜先生に、曲を作っていただきました。私がテキストを書いて、先生猫好きですかって言いますと、好きでも嫌いでもありませんみたいなことでしたが、大変素敵な曲ができてきて本当に嬉しく思っております。残念ながら今日はお仕事の都合もありまして、中西茜先生はこのステージ、この客席にはおられないんですが、いただいた曲を精一杯、頑張って演奏したいと思っております。二口大学先生に演出をしていただきまして、広田由美先生に、ナレーション進行をしていただいております。このスタイルで5年間、やってきておりますが、それは例えば合唱のレパートリーを拡張していって合唱のファンを増やしていくというような気持ちも私自身の中には、ありまして、続いて歌ってくれる合唱団が出てきたらいいなというふうに思っております。これはものすごくハードルが高いわけじゃなくって、普通の組曲を歌っている延長線上で、小さな演出が入って、ステージの彩りにもなっていくということでもありますので、ぜひまたチャレンジしていただけたらなというふうに思っております。それでは猫町物語、ゆっくりとお楽しみいただけたらと思います。Thank you.
わしらの住むところがなくなるってことだよ。それどころか野良猫駆除計画なんてものまであるんだよ。うるさい人間ども。どこもかしこも野良猫には住みにくい世の中だよ。まあまあ落ち着こう。あら、世間は猫ブーム、飼い猫にでもなれば。そんな簡単にいこんか。そうさ、人間に好まれるのは可愛い猫か愛嬌あるやつだけなんだよ。なんとかこのままにしてほしい。わしが死ぬまでは。あらあら、にぎやかなことですね。ここはたくさんの猫が暮らしている猫町。どの町もきれいになりすぎて猫には住みにくくなってしまいましたが、ここは小さいながら昔からの商店街もあって、住みかを追われた野良猫たちも居心地のよいダウンタウンなのです。野良猫たちは時折集まっては集会、猫耳会議を開いていました。大抵はどこの魚屋のゴミが漁りやすいだとか、どこの路地には思わぬごちそうが落ちていることが多いだとか、そんな話でしたが、このところはこのダウンタウンそのものの再整備と野良猫駆除に関する情報を仕入れた者がおり、その話題で持ちきりなのでした。どうして人間の話すことがわかるって？知らなかったんですか？猫は人間の言葉がわかるのです。わからないふりをしているだけなんですって。あんたが魚泥棒ばかりしてるから商売成り立たなくなったんでしょ。そりゃ関係ないだろう。商店街も儲からないのさ。少子化だよ少子化。月末わしらのように人間の会議があるらしい。そこでこの町の運命も決まるのさ。そして私たちの運命もね。偉い人たちに取り入ってやめさせないとな。人間たちに総攻撃というのはどう？人間に養ってもらうに限るって。そんな適当で無責任な発言が交わされる中、若い三毛猫であるミーチェが声を上げました。僕たちは果たして人間の言いなりになって生きていくだけでいいのかな。ミーチェに明確な答えはなかったのですが、この怠惰な日常に抗うかのように漠然とした悩みとちょっとした使命感がミーチェを支配していたのでした。そんなこと言ったってどうするの、ミーチェ。お前は人間か。悩むのは人間だけでいい。私らは今日のご飯のことだけ考えてればいいの。そうかもしれないし、そうじゃない気もするとミーチェは思いました。ミーチェは会議を離れ、一人で路地裏を歩き回りました。猫だって何かを目指したい時がある。猫だって何かを目指したい。じゃなくて、それは猫じゃなしじゃなくて、いつかは越えたい水平線さ。僕は見たんだよ海ってものを、夕日が沈む水平線を。
なくて、それは弾むボールじゃなくて、いつか渡りたい虹の橋さ。口々に言いたいことを言いますが、こんな事態に直面したことがなかったので会議にも何にもなりません。ミーチェは町を歩いて屋根から屋根へと飛び移っているうちに、大きなベランダで日向ぼっこしている愛らしいメスの黒猫ノアと出会います。Yeah.
裕福な家で飼われている飼い猫でした。家族のみんなから大層可愛がられていましたので、綺麗好きなおしゃれさんで、毎日起きたい時に起きて、眠りたい時に眠り、お腹が空いたら甘えた声を出すという生活に慣れていました。あなたお腹空いてるの？うちのキャットフード食べる？人に食べさせてもらうのは野良猫のプライドが許さねえ。あなた変なこと言うわね。野良猫にも礼儀ってものがあるのさ。なんだか難しい猫ね。人間の近くにいるのは悪人よ。人間の世話になんかなりたくないんだ。ミーチェは人間に手なずけられることに納得がいかず、ノアがもらったものを食べようとはしませんでした。ノアはそのことについては全く理解ができませんでしたが、まあ考えや立場の違う者同士、興味を持ったということでしょうか。あなたは正義感が強いってことね。正義かどうかはわからないけど、夢を持っているというのかしらね。ああそうかもしれない。夢の心を語りかけてみよう。
僕には繰り返し見る夢があるんだ。形にはできないけれど、言葉にもできないけれど、海を越えていく夢、空を飛んでいる夢、眠ってないのに夢を見て、その調子で屋根から落ちたのさ。私にも繰り返し見る夢があるのよ。物語にはできないけれど、絵に描くこともできないけれど、たくさんの瞳に囲まれている夢、たくさんの手に守られている夢、眠っていないのに夢を見て、そのままうっとり眠ってしまったのよ。綺麗な目をしているのね。野良猫だって水平線を見つめているからね。冒険がしたいってことね。そうかもしれない。でも思い詰めないでね。ああ、ただ野良猫駆除計画だけは阻止しないと。ミーチェがシアンにくれて町をさまよっていると、文房具屋の軒下、古い赤電話の代わりにどっかと座っている大きな三毛猫に出会いました。看板猫のキバでした。飼い猫ではありましたが、ミーチェにとっては頼りがいのある兄貴分なのでした。人間の会議まではあと数日です。はずだけどね、俺はプライドを持って看板猫をやってるんだ。でも拾われる前は野良猫やってたからな。お前らの気持ちもよーくわかるぜ。この
この商店街がなくなるのは寂しいでしょ。そしてそうなると飼い猫はともかく野良猫は住めなくなるんだよ。駆除計画まであって。そうか、自動扉の店だけになりゃお礼の役割だって終わりだな。そうでしょ、猫がたくさんいることがこの町の良さでもあるのに。この文房具屋の存続も怪しいな。そうだよ。なあみーちぇ、飼い猫の中には野良猫のことを毛嫌いする鼻つまみもいるが、俺はそんなことないぜ。飼い猫と違って意外と自由だろ。だからお前も野良猫だけにこだわるな。この町の猫を守りたい気持ちは俺も一緒だから頑張ってくれよ。応援はするぜ。看板招き猫の牙はそう言ってミーチェを励ましました。何か決定的な方法を探して走り回るミーチェでしたが、時々ノアを訪れては現状報告をしていました。なかなか難しいよ。君は相変わらずのんびりしてていいね。身だしなみを消してみんな飼い猫になればいいのに。何言ってんだ、そいつは願い先なんだよ。可愛く振る舞えば駆除なんかされないんだから。相変わらず君は分かっちゃいないな。野良猫には野良猫の良さがあるのさ。そうなのかな。ノアは奔走するミーチェを見ながら歌います。Thank you.
ミーチェが走り回っている間にも、猫町では相変わらずおろおろする猫、メラメラと闘志を燃やす猫、議論を重ねる猫に分かれて紛糾しています。ふとミーチェは昔長老のドラじいさんから聞いた話を思い出しました。この辺では一番の長生き、そして俗に言う化け猫だという赤毛のカオルばあさんの話を。化け猫に相談に行くというのも変なものですが、ひょっとしたら何らかの突破口になるかもしれないと思ったのでした。ドラじいさんもそれはありかもしれんな、猫という生き物の最後の底力というもんだ。あのばあさん、商店街の菓子屋のどら焼きが好きだから菓子屋が潰れるってことにしようというので、ミーチェはカオルばあさんに会いに行きました。カオルばあさんは今では一人暮らしの人間のアンズばあさんの飼い猫でしたが、自由気ままに暮らしていました。カオルという人間のような名前はアンズばあさんの一人娘の名前から付けられたものです。あい、私が化け猫だって？お前は何者かね？ああ、ドラじいさんの紹介かね。ま、当たらずとも遠からず。魔力か妖力か分かりませんが、具体的には何かに化けられるってことですか？どんなものに化けたの？化けれるの？くどくど聞くんじゃないよ。ま、気まぐれに飼い主のアンズばあさんに化けて留守番をするとかね。猫にはそんな力があるの？長生きしたものの中には猫又といって妖力を持つものが現れる。もちろん全ての年寄りが力を持つわけではないが、私は若い時から妖力の一つや二つ持っておる。野良猫駆除計画まであるんだよ。そのピンチを乗り切れないかなと思って。カオルばあさんも昔は野良猫だったって話じゃない？ああ、そうだったが、私は人間に恨みも何にもない。そうそう、一人暮らしのアンズばあさん、近くに商店街がある方が便利じゃないか？コンビニの方が便利じゃん。そんなことないよ。区画整理になったらきっと大好きなどら焼き売ってる菓子屋も立ち行かなくなるんだよ。ほう、確かにそりゃ困るといえば困るが。工事の車とかなんとかいっぱい入ってきてうるさくなるんだよ。カオルばあさんは少しぼんやりしました。実はカオルという娘さんは中学生の時に工事の車にはねられて亡くなったのです。その頃野良猫だったカオルばあさんはアンズさんの悲しみと嘆きを見かねて、ある日縁側に座るアンズさんの膝に飛び乗り飼い猫になってあげたのでした。まあ、私も静かな方が好きでね。公共の福祉にも猫の福祉にも関心はないが、菓子屋とアンズばあさんのためにお前に力を貸してやってもいいかもしれん。どんな方法使ってもらおう？催眠術とか？簡単な方法がある。お前が人間に化けてその区画整理計画とやらをぶっ潰すんだよ。無血解錠だな。でも僕は人間に化けられないけど。カオルばあさんは自分の尻尾の毛を一本引っこ抜くとミーチェの頭に乗せました。おお。するとミーチェはたちまち人間の姿に変わったのです。へえ、これが人間か。しかし、これでバレないかな。何言っとるんだ。化けるのは技術じゃない、気概だ。恨みとか怨念とかもその類だろうが、信念を持って言えば丸いものも四角くなるんじゃ。気合を入れて化けるんじゃ。へえ、化けるって面白そう。そうさ、気合だよ。誰だって演技はするものじゃ。気合か、
なんだかファイトが湧いてきたな。一つ人間たちを化かしてみるか。よし、その気合で会議に乗り込むんじゃ。長老のドラじいさんに報告すると、野良猫全員に励まされ、この町についての重要決議をする人間の会議に出かけました。ミーチェが登場すると、見かけん若者だなぁと思う者もいましたが、気合を入れて会話をしましたので、誰も疑う者はおりませんでした。会議にはこの町をそのまま温存したいというものもおりましたが、少数派でしたし、会議はそんなに簡単なものではありませんでした。ミーチェは意見は言ってみるものの、なかなかうまくいきません。猫はブームでもあり、猫タウンとして売り出せば観光客が。衛生問題はどう考える？経済に勝てるわ。人口問題は自分が思いもしなかったような悩みや苦労が展開され、ミーチェは戸惑ってしまいました。人間もなかなか悩み苦しんでいるのですね。ああ、もう少し勉強してから望むんだった。困ったなあと思いながら、ミーチェは野良猫の仲間やカオルばあさんが見ているはずの天井を眺めました。天井裏から見守っていたカオルばあさんは、とうとう見かねて奥の手を出しました。野良猫たちを次から次に人間に変えて会議に送り込んだのです。反対派を増やす作戦に出たわけです。町の区画整理反対、猫の駆除反対と大声を上げたのですが、ミーチェ以外の野良猫たちはうまく演技できずに、会議自体がガヤガヤしだしました。あれでだからあれでつまりこれでこんな試験に終わらない。
時、誰かが叫びました。あっちの住人でない奴らが入ってきてるぞ。反対派の奴らがどこかからかき集めたな。騙されるな。ミーチェがもはやここまでと思った時、カオルばあさんはさらなる奥の手を使いました。天井から灰をまいたのです。それは密かに蓄えていたまたたびに呪文を唱えて煎じた灰でした。みんながいろんなことを忘れ、懐かしい気分になり、まあいいかと思える魔法の灰だったのです。その場の時間が止まりました。そして議論は突然穏やかなものに変わりました。いやあ、古い町並みもまあいいもんだよね、とか、大型量販店は味気ないな、とか、子供の頃、商店街はかくれんぼや鬼ごっこには格好の場所だったな、とか、昔話があふれ出し、まあ当面このままでいいか、という雰囲気が立ち込めてきたのです。会議によくある一つのパターンですね。私たちもひょっとしたら猫に騙されているのかもしれませんね。議論は1時間ぐらいのんびりゆったりと進んだ後、突然結論に至り、区画整理の話も野良猫の駆除もあっさり立ち消えたのでした。まあ何でも真似をするばかりではなく、アイデアを絞ろうじゃないか。慌てなくてもいいか。おりしも猫ブーム、町に野良猫がいたっていいじゃない。まあガタガタくどくど言わずにゆっくり考えていこうや。やがて会議が平和に閉じ、みんな催眠術にかかったようにハッピーな気持ちのまま帰って行きました。急に人間に化けさせられた猫たちもいつの間にか本来の姿に戻り、ミーチェとうなずき合いました。カオルばあさんはふとため息をつきました。そして遠い記憶を思い起こしました。まだ野良猫だった頃、自分の名前のもとになったカオルちゃんが幼い自分を撫でてくれたこと、その手のことを思い出しました。猫は人間の膝が好き、人間は膝で眠る猫が好き、人間と猫は良い具合に触れ合っていければいいなと思いました。猫たちの楽園である路地裏は残ることになり、カオルばあさんはアンズばあさんの膝へ帰って行きました。
しゃアンズばあさんの膝で死にたいからね。それまで持てばいいと思ったまでで誰も助けちゃいないよ。それからしばらくたってミーチェは旅に出ました。町の危機には立ち上がった彼でしたが、町が落ち着くと今度は逆にもっと冒険がしたいという気持ちが湧き起こったのです。ミーチェはノアに別れを告げました。そして町にも別れを告げ旅に出ました。夜明けにささやかな猫たちの物語はこれでおしまいです。町の野良猫たちは長老のドラじいさんの号令で少し身だしなみをよくし、時々は人間に愛嬌を振りまくようになりました。すると次第に猫好きの人間が集まり、この町は気ままでチャーミングな野良猫のたくさんいる町、猫耳タウンと呼ばれるようになりました。
ありがとうございました。会場にあの演出の二口大学先生がおられると思います。二口先生、演出の二口先生です。ありがとうございました。